チョップより白羽取り。どうもビッグエイジです。結構面白いこと言うね。面白いね。ヒヒン熊澤です。何年ぶり。俺のエンシェントグリーティング。エンシェントグリーティング古代の。あ久しぶりだね。ナイスでミートゥーですね。いや、確かに大勢行くってね。強引に持ってくのお前。やりたかった。ちょっと第1回英語品商品紹介。熊澤リディオのお二人と動画を。ビデオ。あ、ダメです。チャンネル名もダメなの。あ、チャンネル。マズラ動画を。英語言ったら即終了だから。はい、終了です。なるほど。即フィニッシュだから。今のはちょっと練習でね。今日は何を紹介しますか。今日ですね。焦げ豆茶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 。あ、焦げ豆茶。鉄袋に入っている。焦げ豆。鉄袋に入っている焦げ豆茶です。はい。ちなみに商品名はどうなんですか。地名難しいな。人類の起源の大地欧州の一部の荒廃された焦げ豆茶です。地中海のね、はい、そうです、ね、あ、そうそう、近くにこだわりのコクと香り、うん、気持ちいい。いい音ね。いい音ね。ウィッシュみたいな音。臭い買い方じゃん。香りがすごい焦げ豆茶の、うん、いい感じのね。うまいよ。お前飲むんかい。詳しくレビューしてくださいね。あレビューは英語じゃない。ちょっとね、あの映像が見られましたよね。冒険版って書いてありますね。冒険版。おー、いいね。お、鼻抜けが。鼻抜け。おー、ね、香りがすごい。旅した感じするな。なんかあのね、西部駅でできそうな。あ、これでも本当にそういうことだと思うよ。あの、鼻抜けがいいでしょ。だから、ね、旅した気分になる。鼻で感じるわけじゃん。鼻だけ飛んだってこと。やっぱ鉄袋に入ってるからね。俺あんまね、鉄袋に入ってる、うん、あの焦げ豆茶ってあんま好きじゃないのよ。ちゃんと、うん、あの陶器で作られてるね。あ、陶器で、ね、粘土から作られてる入れ物で飲んだ黒豆、うん、じゃ焦げ豆茶が好きなのよ、俺は。今黒豆って言ってた、うん、あ、すごいね、一瞬にして飛ぶな、やっぱな。あ、飛ぶね。でしょ。うん、もう最高に、最高にてっぺん、最高にてっぺんだね。うん、いやー、やばい、やばい。最高に似てるね。超押すって感じ。そうそうそう。うん、じゃあ、早速あの採点をしていきましょう。今日の巨漢得点32点。結構低い。低いな。辛口なんですね。そうなんです。ちょっとね、あのコーヒー。